こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりましたツイッター宛てに来たリクエストにお答えしてみようのコーナーでございまして、本日はこちら、岡名さんからのコメント。ハイジーさん、こんにちは。ペヤングにコーンスープを混ぜると美味しいらしいです。ぜひレビューお願いします、ということで、ペヤングにコーンスープというわけのわかんないレシピが今ネットで話題になっているそうでございまして、本日買ってまいりました。ティディーティディー、じっくりコトコト濃厚コーンポタージュとペヤング焼きそばでございます。それぞれで味わうならもう全然美味しいこと分かってんの。それを合わせちゃっていいのって話なんですよね。それとそれ合わせていいの、間違ったコーディネートになってませんかって話。では作っていきましょう。全部グレー。それにしてもペヤングってさ、定期的に新しい味出してますが、コーンポタージュ味ってなかったもんね。これ多分ペヤング本人も悔しがってるところなのではないでしょうか。では3分待ちましょう。そしたら今度はスープを作っていきましょう。おいしょ、これで熱湯150ですね。はいっと、そんで混ぜます。はい、見てコーンもしっかり入った美味しそうなスープですね。ちょっぽーん、とろーん、うわっ、美味しそうだね。相変わらず美味しそう。ふりかけ、スパイス、滞りなくできました。情報ではちょっと不安な人は最初につけ麺的な感じでコーンポタージュ側につけてから食べてみることをお勧めしますって書いてあったので、それをちょっとやってみたいんですけども、尋常じゃない罪悪感みたいなものがあったりするんですけども、これをだからちょっとこうして、こういうこと。いただきます。なんだこれは、口当たりがすごく甘くなった。後半ピリピリってスパイスの感じが来るけども、最初甘くてもう別物。ペヤングがコーンスープに負けてる感じがする。この食べ方だとペヤングって結構強いタイプかと思ってたら意外と譲るタイプだったね。そうなんだ。ではいよいよコーンスープを流していきますね。せーの、はい。あーあー、いったいったね、いった。なんか見た目チーズみたいだね。一応かける場所半分残してしまうという往生際の悪さが出ました。改めましていただきます。じゃあもう思いっきりかかってしまっている、ここね。はい、いきましょう。なるほど、ほんと新しいしょっぱいスパイスの効いた甘いコーンスープの味。味はもうコーンスープだね。後半にやっとペヤングが俺もいるよって顔出してくる感じ。ペヤングに関してはキングオブコントのチャンピオンの花子さんのコントの中でいう菊田さんみたいな役割になってるかなっていうイメージ。後から出てきてスパイスを効かすっていう役割かな。でもちろん液体を上からかけてるから麺の食感自体は普通のカップ焼きそばよりもあんかけ焼きそば寄りになってる感じですね。うん、やっぱりね、これはこれで本当に新しいし美味しいかもしんないっていう気持ちはあるんですけども、やっぱりペヤング食べたいっていう気持ちの時にこれ食べたとしたらなんか違うぞっていう気持ちにはなる。人にさ、何でもいいから甘いジュース買ってきてってお願いしてお汁粉買ってこられたみたいな、そんな感じかな。お汁粉はお汁粉で美味しいんだけども、その時のテンションじゃないんだよっていうイメージの味に仕上がってる気がします。だから一旦コーンスープをかけてない場所、シンプルペヤングゾーン行きましょう。ん、めちゃめちゃ甘い。いつものペヤングめちゃくちゃうまい。このソースよ。そう、このソースの味なの。このソースの味をなぜかコーンスープが感じさせないような消し方してた。もう一回コーンスープの方行きまして、ほら、これはこれで全然ありなんですけども、いつものソースの味が全く感じられなくなってピリッと辛さを味わえるくらいなので、もう一回戻ると、うん、そーっと美味しい。いつものペヤングすんごい美味しいんだ。こんな美味しいんだ。新しい恋人が前の彼氏の良さを再確認させてくれたみたいな感じで、このコーンスープはすごく優しくていいんだけども、それだけではとどまらない感じで自分にフィットしてくる感じが前のペヤングにはあったってことだね、うん、はい、ごちそうさまでした。というわけで今回のコーンスープペヤングでございますが、個人的には悪くはないけどわざわざやんなくてもいいかなっていう味だったかなと思いました。っていうのはいいんだ、それはいいとして、めっちゃ気になるコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、 MN さんからのコメント。ハイジーさんをそっくりさんというアプリで調べたら松たか子さんが出てきます。というわけで、本当なの？僕って松たか子さんに似てたのって話なんですけども、実際に検証してみましょう。はい、開始する。最初に性別を選択してね。まあ男性ですよ。はい、撮りますよ。はい、解析中ですって。 AI が解析中。はい、誰なの？
誰なのハイジ。結果を見る。嬉しいね。 YouTuber のヒョキンさんに私似てました。みんなチャンネル登録よろしく。